なんですね。まあそうですね、これでですね、まあ、実際じゃあ会員の人たちとかね、先ほどのねご先祖のと思われる恵比寿についての資料どの辺から出てきたってことで、まず一番古いのはおそらく先日の仙外宮ですねの、まあ、中国の春秋戦国時代、紀元前ね4世紀とか5世紀とかね、そのぐらいの時代の書物なんですけど、特に海外東京、中国から東のですね人たちを写した、まあ、話の中でのその人たちらしき出てくると。でまずその原古国ですねっていうのがありまして、その北側にですね住む人が牛小国の北側に原古国があって、原古国の人は魚の皮でですねできた衣服を着てると、でカモメの卵を食べてるという話があって、まあ魚の皮って今でもあるみたいですね、どうも。そういう服で作る、このね東アジアの着るような文化を持った人たちがいる。それでまあそのうがいの種族ですね、あるいはカモメっていうのは日本にたくさんいますし、まあこれをいろんな意味で原古国は日本のことだ、日本っていうか本州のねだろうと、まあ、先日もちょっとお話ししたけど、でその北にですねケミン国があると言ってるんですね。でまあ全身ちょっと毛が長いということでね伝えて、結構大げさに書きますから、この中国の書物って言ったら片目しかないとかね、いろいろ特徴をまあ手が長いとか反対になってとかね、まあだから大げさに書く習慣なので実際そうかわからないですけど、まあそういう人たちがいると。その北に農民国っていうのがあると。でこの人たちはまあ全部黒かったなんですよね。でその農民国って一番北にいる人たちで、中国から見ると東北ですね。農民っていうのはミシハセ、先ほどの宴会種とかサハリンにいたミシハセの別名をユーロですね。でまあローってつくんですよ。でこの仙外峡の方でも竜魚とか竜パザンとかね、あるいはその他の文献だと竜貴国とかね、カムチャッカとかこの辺だろう、黒竜国もね、そうですね、ウラジオストクとかね、で竜とか竜とかっていうのをまあ称号としてた人がいて、でまあ農民っていうのはその辺の竜の関係のねあれから来てるんじゃないか。で同じくその海外峡と同じその仙外峡の中のある、まあ、大荒東京っていうのもありまして、これもやっぱりこの先日お話ししたんですね、信心がいて8つの塔があってね、全て人面、虎の体に10条のね塔があって、これを天狗といったね、天狗といった、これは日本列島じゃないかな、大屋島じゃないかなって先日お話ししたんです。それに続いて大荒の中に大きい山があると。一つは九稜伝山、東国山、東の国で離房山ってね、で太陽と月が初めて出る地域であった、まさに東があってね。でここの信心がいて「吉丹」っていうね、で東方の人の東方の人は単に「吉節」かな。でそれは東方から吹く風のことを「春」と言ってたね。まあいろいろなんかね風を起こす神様がいると。でよく「離房山」っていうのがなんか僕的にはその目立つ山で、しかもその北海道周辺じゃないかなと。でルモイがありますね、ルルモーペとかね、あそこにも大きな山がある。ね、すごくね日本海側から目印になりそうですね。でまあキッタンももうアイヌの宅地の意味をコタンってですね、でシャコタンとかね、でアイヌの神話にはコタンからカムイという国づくりのね神様がいるらしくて有名なね、まあそういうのを聞いて、もしかしたらキッタンとかね、まあなんかそういう神様いるぞみたいな話をすでにそのね紀元前時点で中国人が記してたとしたら面白いなという、まあこんなのも注目した方がいい。でその続いてですね、それに続いて東海の島嶼にはですね信心がいて、また鳥の体をしてるとかね、でまあ足には二条の黄色い蛇を踏んでてね、これをウヨウと言って、ね、王帝っていう伝説上の王様の息子ですね。ウヨウは右京っていうのをさらにね、右京は北海に、ウヨウは東海に住んでる、どちらも海神であるね。でそこに逍遙山っていう山があって、湧水がその山から流れてます。でそこに原古国というね先ほどの本州があってですね。で要するにまあ北海道を右京、北海寺で東海寺照の右陽で考えると、まあ、右京の方がね北海道に近い、まあ、息子の息子ですね、ちょっとちっちゃいって意味ですよね多分ね。でまあその辺りにクローマッタ国、元古国があったって話ですね。で元古国の人は、まあ、黄色い、まあ、ご飯を食べた、まあ、米を食べた、まあ、話もある。でこれは稲作弥生時代の話ですから、ただこの辺で米をね作ってた人はこの辺にいて、右京の方では作ってないかもしれないですね、逆に言うとね。でまあそんなような被災が、まあ、まず見えてくるってことから始まって、で先ほどの三橋瀬ですね、はどこに出てくるかと言いますと、まずその、まあ、仙外峡にもですね、豚の皮、樹皮の皮を衣服にしてねいる人がいる。あるいはその、まあ、三橋瀬の別の記載に関しては、冬は竪穴式住居ですね、夏は木の上の住居に住んでるみたいなね記載もありますね。で、まあ、北海道でもですね、その縄文遺跡から竪穴式住居がありますけど、ああいうの方もやっぱりそのなんですかね、冬は竪穴式住居ですね、地勢ね、まあ夏のね後でちょっと図見せしたんですけど、夏と冬とねちょっと違うんですね。で冬はとにかく竪穴もねちょっとあったかいんでしょうね、こういったところに住んでらっしゃる。でまあそんなので、まあ、こういうあと毒矢の種族がねトリカブトのね、矢を使ってっていうのはアイヌの人のね種族みたいですけど、まあそういうのもこの昔の文献でね毒の弓を使う人で三橋瀬とかが出てくるんですね。ユールとか三橋瀬ですね。でまあその三橋瀬の記録っていうのは日本のここにも書かれてて、私は末活となっててですね、末活が720年のですね、まあ渡島の津軽軍事の人たちを末活に使わしたとね。で風俗を観察されたね記載がある。さらにそうですね、多賀城、まあ、仙台もね今でもありますけどね、多賀城の関係の記載だと碑文があるんですけど、まあ去ること1500里で、今日去ること1500里で、多賀城に来ると。で多賀城を去ること、まあ、120里ではすぐそばですね。で三島の国に、ね、行くと。でまあそこは自分のとこはまた常陸の国、茨城から400里で自分のとこに行って下野、栃木から真ん中にして。末活の国の境までは3000里、まあ東北北海道間ぐらいあるんですかねまあ結構遠い距離をねあるんだってことで、末活って国がまあ沿海市にあるってことをねすでにね把握してるんですね。でその間に蝦夷の国があるわけですね。まあそれ持統天皇もちょっと前の694年にも、まあ、当中国の人と共に三橋瀬2人がですね、まあ、やってきて、多分褒美もらってるんで通訳とかね交渉もこの時点でやってた可能性があるんですね。であとそのまあ渡島のね蝦夷、三橋瀬のね三橋瀬と蝦夷は渡島蝦夷はですね区別してですね、でまあ帯やってるで越に編入された渡島なんですね。でそことの外にある三橋瀬、越っていうのはまあ要するに新潟とかね今上越とかっていうそっちの領域のね東北の日本海側に編入したっていうね、それ安倍のね先ほどのあれの関係です。で、まあ、天武の時にも、ね、白木の施設が三橋を伴ってねやってきたと。で三橋瀬と白木って隣り合ってますから、沿海市でね、まあ、半島の東と。だから、まあ、白木の施設に便乗する形でその北の三橋瀬がやってきたかもしれないと。まあそんな感じでですね、もう沿海州から朝鮮半島にかけての交易ルートがですね、白木三橋瀬のねルートがあって、あるいはまたその樺太と北海道で新潟を経由する交易ルートもあったと、2つぐらいあったと思うんですね。でこれの、まあ、専門家がまたいたわけですけど、でそのルートの中で恵庭市からの恵庭市の、まあ、柏木遺跡から、まあ、和道開地ですね、で通貨が出てくるわけですね。だからおもちゃじゃないんですね、この飾りとしてもらったわけじゃなくて、多分実際交易してるその北と中間点の重要なところにこの恵庭とかね千歳が札幌が出てくるんですね。でいろいろちょっとですね、私的に個人的にアイヌ脳種族っていうのは私まだ本当調べ始めて去年こっちに帰ってきてからなんでまだ全然わかんないですけど、最近一つ知ったのは茶師っていうですね、砦を作る習慣がアイヌの人たちにあったという話を聞きましてですね、山の尾根をねとか山の尾じゃないや、丘とかね、そう島とかを整形して作るわけですね、山の尾根とかね。でこれが実際茶師の測量図なんですけどね、こういう感じで尾根があって尾根の先端を三角形にしたりね、ここで区切って多分整形してですね、なんかこの辺から昔はその戦争に使ってたらしいんですね、中世いや近世の頃はね、この上に立てこもってなんかその戦争に使ったりとかね、たくさんあるんです。で実際その茶師っていうのの一つ、茶師はそのですね、起源がどこにあるのかっていうんですけど、ゴロディシチェとかっていう多角形の形の砦がやっぱりそのロシアとか沿海市にあるらしいですね。はツングース族ですね、マッカツ先ほどの関係すると言われてる。でそういう縄文時代ぐらいだと思うんなんですけど、そういうのが流れてきた可能性もあるんじゃないかという説もありますし、あるいは弥生時代ですね、そういう城郭みたいなのが残っているとかね。で結局茶師の中から縄文遺跡が出てきたりするんですね、物がですね。だから文献上に現れてるのは13とか14とか15とかね、その辺なんですけど、元の起源はもっと古くて縄文時代旧石器時代に遡る可能性があるということですね。で特にその先日もちょっとおっしゃした天神山ですね、平岸の天神山にもその茶師があるって話でちょっと見てきたんですけど。天神山茶師っていうのはね、藻岩山の東になりましたね。ここも縄文遺跡が出てます。で実際じゃあどんなだったのかなってことでちょっと慌てて撮ってきたんですけど、天神山は多分行かれた方もねいらっしゃるなと思うんですけど、私も2回ぐらい行ってるんですけど、まさかそういう場所だったのかな。この多分天神山の中腹ぐらいですかね、この上あたりがでなんかこう石が並べられてるのは人工的な椅子なのかもしれないですね。下の方がね駐車場になってたりして、天神山ね。で上の方登っていくとここになんか四角い石があるんですねこれは明治時代のものかいつの時代のものか非常に気になってるんですけど、で上上がっていくとですね、だから神社があるんですね、相馬神社っていう。で神社の横の下見たですね。で上になんかこう、ずっと眺めが結構いいですね。ずっとちょっと斜面がですね分かりにくいと思うんで、実際行っていただいた方がいいと思うんですけど、こんな感じでこうぐるっとしたわけですね。平坦になってるんですね。神社のここがなんか四角い石があって、明治時代から明治時代ちゃんとこの間に石をさらに挟んだりしてこれは多分最近のものなんですけどね。ただその上が結局茶師があって、でも夏に行くとなんか庭園があったりしておしゃれになってますよね。で眺めはこんな感じでちょっと空返ってですね。結構山城に近いですね、感覚としてはですね。そういうのが天神山、これ天神山茶師ですね。でこの真東に藻岩山があるっていうのは先日話した、ね。でこういうふうな茶師を結んでいくとやっぱりラインが出てきたらしいですね。で大きい図は結局こういうラインなんですけど。拡大図というとまず八山にですね茶師があって、藻岩山天神山の茶師があって、でこの上が浜松でところの川下茶師ですね。この川下ですか。真北になりますね。真北にあって、でこう下っていくと江別の茶師ですね。先日の先ほどの古墳群のすぐそばです。江別茶師、さらに下っていくとペサの茶師っていうね、千歳のランコスってところにねあるペサの茶師ってところに来ます。あとでちょっと地図でお見せしたんですけど、でこう拡大図です。ペサの茶師から今度フレイドの茶師を経由して、これ千歳神社のね境内の中にでフレイドの茶師を経由して、ここが宿梅三角山っていう旧石器時代ですね、一大拠点ですね。ここに出るんですね。縄文時代も使ってますけど、でこの宿梅三角山って重要地点から今度江別の茶師に向かうラインの途中に宮古茶師お札ってところだよね。宮古茶師がまずで、こっちから今度角度をね30度ですね、30度ぴったりのとこ行くと恵庭公園遺跡縄文を取ってモアザリ茶師ですね。ここにも古墳群がありますけどね、モイザリですねモイザリ茶師があって、この北にもね島松の茶師があるわけですけど、でこっちのこの宮古茶師から30度行くと島松茶師を経由してずっとこう。結局ね天神山のですね、もう30度でこっちの今度こっちにもですね、実は泉町ってとこ、泉町神社あそこにケネフネの茶室があって、この角度がね65度でこっちも足すと65でこのね使ってるんですね。でラインの立て方としては10度北をね9度ずらしてるんです。でそれで30度を使ってるんですね。30、60度、90度。でこれは直角ですね。直角になってるってことですね。四角。ここも直角。だからそういう分度器使ってきれいに成形していらっしゃる。でこういうふうにね作ってで、なんで三角形なのかなって考えていくと、この方位ラインの方向いてるんですね。この三角のね面がですね、一面が。ってことはペサの茶師からフレイドの茶師になんかこうのろしを上げたのか、あるいはここにね竹木を垂らしてこう目立つようにして光らせたのかわかんないですけど、とにかくこういう方向にね向いてる。これはだからなんか10度変革のねラインを作ってるってことで、これが中世のものなのか、あるいは中世近世のものか、縄文あるいは旧石器時代まで遡るもので、遡るとするとアイヌの人の文化っていうのは要するに2万年前のものを継承してるってことになるわけですね。だからとんでもない話ですね。2万年前の文化を誰が今継承してますか、人類ね。だからそういうのを可能性があるっていう意味で、全道の茶師を見ていくと、ちょっとこれ分かりにくいと思うんですけど、ですね、結局結論としてはこの辺に先ほどの茶師があって、で旧石器時代のね最初の第1回であった旧石器時代の遺跡、白滝とか所とか豊里とかそういう重要な遺跡ですね。宿梅三角山もそうですね。でこっち函館を経由してるんですね、ラインが。で特にこのライン、緑のラインって何なのかっていうと、赤くなってるのが茶師の地名が残ってるとこをこの赤いあれで。やってたんですね。で緑っていうのはもっと新しい茶師が実際残ってるとこなんですけど、その特に赤の古いやつを結んでいくとこういう緑のラインが出てきて、具体的にはさらにですね、その宿梅とか、あるいは泊天狗山ですね、先日言ったこの三角形のねオリエンテーションというか変な格好したような山ですね。あるいはその浅利天狗岳とか。であとこの辺にですね、一つどうも結んでいくと留萌のねちょっと上のこの辺にもある。あと紋別ですね。紋別からもやっぱりこうきれいに出てますね。で赤いの赤いの赤いのこう後でずっと見ていくと2つ3つ載ってますから、必ず赤いこの上に。でこのラインと一緒にあと2つあるのがこの330度の変革のラインっていうか、なんていうのかな、30度って言いづらい。ですね、だから結局10度こっちに変革して、そこから30度ですね。こういう変革の形でこういうラインとこういうライン、2つのね東西のラインの上に結局作ってってことが、まあ、はっきりしてくるわけですね。で10度だけこっちに傾いてると、北が。でなんで10度傾いてるのかって考えていくと、まあ、北極星がですね結構年代によってずれていくんですね。まあ、9度まあ、天頂からずれてると。だから北極星の天頂から9度離れたところを北とみなすんですね、北極圏ね。まあ、当時の北極星2万年前だから全然違う星座になっちゃうんですけど、まあ、ある星を要するに北だとみなして、それからこういうラインをついていくとこういうラインになっちゃうんですね。まあそんなのでこういうのをまあ結局天文計算ソフトとかやらないとわけわかんないんですけど、なんか見えてくるだろうと。で先ほどの10度変革と同じですね、結局ね道後のね拡大図で、まあ旧石にも関わってくる可能性があると。で特にその山ですね、まあ、豊平山とか天狗山とか羊蹄山、夕張岳のね、これはまあ朝に天狗山見ましたけど、こういう山の夕張岳の釣り鐘岩ってね、こういうなんか成形したような岩がある。でこれが茶師なんですね、最終的にこの本根元茶師っていう、まあこういう形でちょっと何ていうんですかね、成形するんですよね。で2つぐらいなんかあったりして、まあ後でこの茶師のこの図面がたくさんあるんで見ていただきたいんですけど、だからなんかこう自然地形をですね成形して、まあ何にしたのか分かんないですけど、で札幌近郊ではまあねこういう形で山の上とかね、山ばっかりですからその辺で作った可能性もあると。ただまあちょっとそんなことも頭に入れていただくと面白い。で最後テクノロジーということで DNA のお話ですね。まあいろんな話がで、アイヌ人ってどんな人なのかっていうのはいろんな話があって、本当にいろんな文化が混合してるからよくわかんないんですけど、まあ、テクノロジーっていう視点でいろいろアイヌの DNA について、まあ、見ていくとこんなことがわかるぞっていうことでちょっと並べてみたんですけど、まあ、まずミトコンドリアのね DNA ハプロタイプ、お母さんの母さんですね。あとまあアイヌはシベリアオホーツク系のですね、これ Y が多いんですね、すごくですね、他の本土日本人や沖縄人に比べて、あるいはこれ関東縄文人、日本人、弥生人ですね、Y がまず多い。でオホーツクの方に多いんですね、あえオホーツク、うんそうですね、オホーツク系に多いと。沖縄にはあまり見られないですね。でただ M7A も多いんですけど、これ縄文人の遺伝子では M7A も多いんですけど、ただアイヌのはなんか調べていくと M7A2 なんですね。これは沖縄とか本土には見えなくて、逆に A クラシックはムデフェの方にね多いタイプであると。そうするとやっぱ北方系のですねミトコンドリアが随分入っているということがなんか言われてるんですね。で北海道の縄文人ですね、アイヌのご先祖になると思うんですけど、これも北方系の NQBY の親戚なんですけど、まあ、北海道縄文人はここ書いてないですけど NQB の分布が 64% 非常に高いで、アムール川の、ね、先住民に多いと。で、まあ、D2、D10 も多いで、まあ、G1 とかもカムチャカ日本にはあまりないほとんどいないで、まあ、北方系の要素がミトコンドリアの DNA 分析からたくさん出てくるんだって話ですね。でまあカムチャカ系のも入ってるとかってね、いろいろ言われますけど、でまあ Y 染色体、お父さんからしたらねこの Y 染色体から見ていくとどうなのかっていうと、まあ特にその C2 っていうのがあるんですね。これは 12.5 から 25%。でこれはツングースかモンゴル系のやっぱ北方のねこっちの民族ですね、あの宴会種とかにもあるんですけど、これは多いってことでやっぱ北方系が少し入ってる。で日本全体では 36% ですから。で縄文人の遺伝子って言われてるのがまあね縄文人より旧石器時代ですね多分ね。でその YDK とこれは日本人の 40% ぐらいいいんですけど、これが非常にアイヌ人に多いと。でこれは琉球とかも50、日本人の中では30で、まあアイヌ民族っていうのは現代人の中でもその縄文旧石器時代のね遺伝子をちょっと色濃く受け継いでるんじゃないかと言われてることはありますね。でで特に初期協定のですね、初期系統の D1A2A が礼文島のですね、縄文時代後期のね遺跡から出てますでね、まあだから縄文の、系統のも血も引いてるけど、北方の沿海種とかカムチャッカの血も引いてらっしゃる。でその中でまあアイヌ文化とかがこう来たっていうのがだんだんこういうのが分かってですね。でこれがでですね、オホーツク文化の人っていうのがまたちょっといてですね、オホーツク人って言うんですけど、それがですねちょっと縄文人の骨の形と違う。これが要するに北海道の、自分も縄文人ね、北海道の縄文、こっちがオホーツク人ですね。明らかに違いますね。でこれはがっしりしてて、前もねお知らせしたにいわゆる縄文系のねがっしりしたねタイプの濃い感じのね、彫りの濃い感じね。でこっちはまさにその中国系のねちょっと彫りが薄くて縦に長いのね、まあこれはオホーツク人の人のあれと関係してるってことが分かってね、全然違う人種で、どのぐらい離れてるかっていうと、まあ多分ここがオホーツクの人で、ここがアイヌの人ですね。まあ、このぐらい全然違う離れてるんだけど、道東の方にはこういう人が多い。だからアイヌの人の顔っていうのは私もあまり見たことないんですけど、全然違う人顔がまあ見えてくる可能性があるんですね。これだけ離れてると。でまあ僕がちょっと振ったのはこの系統図ですね、遺伝子の系統図、形質的な近さ。そうするとまあこれは D 系統と見なすとアイヌの人たちが 80%。こっちはオホーツク人、こっちですね、これ N で、お隣が中央人のとか、いわゆる日本人ね、本州におる日本人 NOK と。でこれ近いですよね、お隣だが。でこういう顔になる。で C 系統っていうのがその沿海州とかですね、モンゴルの方に、これちょっと違うんですね。でこの人たちも少し混じって、まあ、結局混じった形でアイヌの人たちが出てくるんだいう話ですね。でその遺伝言語学っていうのがありましてですね、私もあんまり詳しくないんですけど、その系統図に従って見ていくと、まあ結局どういう言語を使ってたかっていうのもある程度予想がつくわけですね。アイヌ語っていうのは今までどこの言語か分かんない、日本語とも全く違う、隣のその沿海州とかあっちの言語とも全く違うとかね、まあ、ちょっとは関係あるみたいな話なんですけど、まあそのですね、まあいろいろ見ていくと、例えば C 系統ですね、アイヌの人たちがいる C 系統っていうのはそのこっちからコーカス人が出てくるんですね、まずね欧州人で、ここからさらに中国人のね新モンゴロイドとかコーカソイドのねやたらヨーロッパ人が出てくる。でインオソウっていうのがあって、まあそれとまあ似てるじゃないかと、インドヨーロッパ語の祖語のとアイヌの言葉に似てるんじゃないかって言ってる人もいらっしゃいます。でまあ理論的にはねこの辺から起きてるならあるけど、まあ C はツングスだから沿海州のこっちに似ててもねおかしくないですけどね。でまあ一方でこの D 系統がですねやっぱりほとんどなわけですから、縄文人の系統ね、旧石器か分かんない、旧石器縄文人で、やっぱ日本語の祖語とアイヌの祖語がやっぱり似てるっていう。ともいて、同じ人が書いてるんですけど、後でこれ2つありますんで見ていただきたいんですけど、まあこんなこんなで言語のね今まで全く分からなかったアイヌ語というのもだんだん系統づけて分かるようになってきたっていうのは、やっぱテクノロジーのあれかなっていうことですね。まあそんなこんなでですね、今日はちょっとあまり私も詳しくないんであれなんですけど、まあ、ちょっと余った時間でですね、まあ特にアイヌ語の地名とか先ほどの茶師ですね、茶師をですねちょっとまあ2つ3つ好きなのを選んでいただいて、まあ、地理院の地図や Google マップですねで調べていただく、あるいはその先ほどの終末期のですね北海道四季国のね住所とかを入れて見ていただいて結構ですね、まあ、その作業をですね、まあ、お時間がある時にやっていただければなと思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。ここに一応Google の地図を出してますんで、今お見せしますね。どういう感じで。もうちょっとシステムが分かりやすい。これが Google マップがまずあります。そうですね、まず先にじゃあ車種を調べてみましょうか。で道内の車種一覧がね、ここにですねありますので、クリックしていただくと道内の車種一覧が出てきます。もしよろしければゆっくりやって一つ、そうですね。あ、まあここですね。ここを押していただくと道内の車種が出てきます。で特にですね、先ほどの千歳の車種ですね。千歳のがいいですより江別のお茶師のがいい。江別茶師っていうのをこうクリックしていただくと、ちゃんと調べていただいた方がいて、江別のここにあるっていう。でここをコピーしていただきますね。コピーですね。でここ開くとその実際に位置が出てきますので、このページの。そうするとまあ江別古墳群がここにあって、ここだって言ってるんですね。もうちょっと拡大してみましょう。まあこんな感じで、ここですね。でこっちが江別古墳群ですね。先ほど多分説明したんですけど、でここを例えば Google マップで見てみましょう。ここに Google マップがありますので、ちょっと早い。ああそうだね。ちょっと早い。じゃあまずここまで行ってみましょうか。まず初めにちょっとじゃあ回ってここの、まずここを道内の車種を押すとこから始めてみましょう。じゃあもしよろしければ回りますね。すいません。で最後 Google マップを見ると、でここにですね Google の検索窓に貼り付けていただくと、検索ですぐそばまで航空写真が見えます。で、まあ航空写真にしてやると、ね、こんな感じで、でこれ江別古墳群ですね。上から。車種の位置は結構身近で、それちょっと早すぎるんで。そうですね。まあとりあえず時間かけて大丈夫か。北海道会津から始めてみたいけど。もう一回。とりあえず。すいません。一回。